室仁の新音楽やら。僕が東京に出てきた37年ぐらいからまだ広島風お好み焼きほとんど東京なくて、そうだよね、それで自分で作るようになってきて、でホットプレートを利用していかに本物のようにしていくかっていう技術がすごいことになってきましたそんなわけで、お好み焼きの今レクチャーを受けているところですがこんばんは、小室仁です、新音楽屋は、この番組はさまざまなジャンルのアーティストをゲストにお迎えして、トークとアコースティックなライブをお送りしようということで、今日のゲストは原田真嗣さんです。よろしくどうぞ。お久しぶりです。お久しぶりです。よろしくお願いします。デビューの瞬間のフォーライフでは随分ご迷惑をおかけしたというのいや全く逆だと思います僕は。本当にお世話になりました。そんな話も含めていろいろ伺いますのでどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。広島出身で、はい、東京に進出というか、あれなんで東京に出てくることになったんですか。高校2年の時ですかね、なんとフォーライフレコードのですね、かつての、はい、フォーライフレコードが設立されたばかりのですね、そのオーディションを見つけてしまったんですよ、ね、はい、それで僕はどうやってデビューしたらいいのかなって、まあ、その時代ほとんどオーディションなんてない時代でしたから、でいろいろ探してたらたまたま見つけましてですね。自分の意思で。はい、自分の意思です。ああそうですか。いやいや、それは失礼しちゃいましたね。いやいや、とんでもないです本当。しかもですね、オリジナル曲でっていうのが書いてあったんですよ、はい、でこれはいいなと思って、あの修学旅行も休んだんですよ。締め切りに間に合わなくてですね、わ、それも犠牲にしつつ、いやこれ絶対こっちがやるべきだと思って、それで送って3日後に電話かかってきたんですよ、うん、こんな早いリアクションはすごいなと思いまして。いやいや、あの時ね、それで東京出てきていただいて、それであの銀座の方のスタジオにこもって、原田さんにはこう録音に取っかかってもらって、はい、覚えてます。もうそれで僕らフォーライフ、その誰だ、井上陽水さん、吉田拓郎さん、泉谷しげるさんので、僕で4人でそれを見学に行ったんですよ、はい、もうあんなに緊張して、もう手が触れて演奏できないことはないですね。嘘、本当に本当に、いや素晴らしい環境を与えていただいたんですよ、もう、その多重録音して自由にやってくださいと、はい、まあ、何曲か決めて撮りましょうって話になって、はいはい、だけどそのガラス窓の向こうから見てる方々がもうとてつもない大御所ばかりでですね、もう僕はどうしたらいいのか、まあ、あんな緊張はなかったですね。僕らとしてはね、はい、その後みんなで4人連れ立って帰りしな、はい、あのね、音楽のことは話してないんですよ。おい、かっこいいのが来ちゃったねみたいな感じで、あんなのありかよとかって言って本当にかっこよかったんですよ。それでその後でちゃんと冷静に音楽の方に立ち戻って帰ってみたら、もうぶったまげるようなね、作品を作る人で、いやいやいや、それでね、キャンディーやらなんやらいくつかのヒット曲がバッと立て続けに出てっていうことがあるんですけど、はい、なんかあの真嗣さんはあの逆らいましたよねつまりあの単に売れていくっていうことに対して、なんか俺はそっちの道じゃないみたいな。いや、おっしゃる通りですね。ね、そのどうしてもなんかその当時のいわゆる歌謡曲の世界、テレビを中心としたまたそのアイドル的な、うん、売られ方というかですね、そういう方向性が間違いなくあったんですよね。でそりゃありますよ、あの作品の良さとあれだけのルックスだから、そりゃそう、みんなそうにしますよ、どこのプロダクションも。いや、そんなことないんですけど ね、はい、あの僕本当最初から自分で曲を作ってる時から、非常にこう、まあ、音楽で何を伝えるかっていうテーマがはっきりしてまして、広島出身であるということもそうなんですが、やっぱり音楽で何かこう世の中に優しいエネルギーをこう届けられて、本当にこう平和な
環境が作れるんじゃないかなという理想がもう最初からあったんですよ。すごくセールス的にも大成功してるんですけども、自分の中にやっぱりちょっと違うんじゃないかなという感覚が芽生えてきまして、もう一つやりたい大事なことがあるのに、はい、なかなかそっちに行く気配っていうのが出せない環境っていう。そうですね、うん、でもうティーネイジャーの女の子たちがキャーキャー言ってくる、それは本当に嬉しいんだけども、うん、本当に歌おうとしてることが届いてるのかなっていう思いがあったり、まあもうデビューして数作目からそのかなり強いメッセージを歌に込めたりとかいろんなことをもうやってたんですが、なんかその手応えがなかなか得られなかったんですね。それで本当に勝手なもうあえてこう独立していくという道を選んでしまいまして、ね、はいはい、キャンディーっていう曲がね、あのすごくこうまあポップですよ当然ね、はい、非常にポップで、そのそれこそ若い女の子がキャーって当然言うでしょうっていうようなことっていうのを最初に出していくっていうのには、やっぱりそれなりに自分は意図というか思いはあったでしょ。もちろんそれは十分に納得して、ね、特にあの海の向こうなんかでは非常にポップスなものをプレゼンテーションしながらも、同時にあの社会的に言わなきゃいけないことっていうのがあるのはちゃんとこう表明するミュージシャンがいるじゃない。それでそれが両立させているミュージシャンがいるでしょ、はいはい、で多分新さんは俺もそういうことでいいんじゃないのっていうことだよね、きっと。あのそれがなんか普通のような感じがあったんですよ。だから当たり前じゃないみたいな。そうですね、うん、だから何らその矛盾することなくあの自分の中ではあるっていうことが、はい、一つだけのカテゴリーに入れられちゃうとちょっと違うっていうことだよね。そうです ね、もういろいろありました。もうあのメガ番組を ドダキャンしたりとかですね本当にそういうのあったんですよ。いや、じゃあ生意気だって言われたでしょ。生意気だって言われたんですけど、その僕がまあそのねダイレクトに偉そうなことを言える立場じゃないじゃないですか、ね、もちろん。だから例えばその当時はですね、今こうやって、うん、音楽をやるとなると、例えば音響的にも素晴らしい環境になってますよね。その当時はそういう状況ではないんですよ。大きなホールの収録でさえも横に自分たちの声が返ってくるモニターが2つしかないとかですね。で、そういう時の注文を出すとそれだけでもなんだこいつだっていう状況になってまして、10年も20年も早いよお前みたいなそうなんですよね。いや、なんか僕がドタキャンしたみたいな噂が流れてるんですけど、そんなことができるわけないんですけど、本当にでも数々のそういうことを原田真二が用意してくれっていうことを言うことによって実現していることが、はい、その後のその音楽界にね、あの反映してあのなってるってことはありますよね。まあ、あの多分変わっていく時期だったんじゃないかと思うんですけど ね、うん、その後にいろんなベスト10の番組がいろいろできたりもして、うん、やっぱすごく急激に環境良くなりましたね。そうですよね、はい、うん、だからそれはしょうがないんです、その最初にやる人間は波風があるところ。いろいろすいませんでした本当にキャンディーちょっとやってください、ね、そうですか、ありがとうございます。キャンディー僕大好きよキャンディー、これっていつ頃作ったんですか。これはですね、18の、うん、春ですね。もうデビューが決まって、うん、ちょっとポップな曲を作りたいなという思いで、うんうん、やってみたらこういうのができたんですよ。いいですよ。ありがとうございます。ちょっと僕もギター弾かせていただいて。あ、もうぜひお願いします。はい、お願いします。ますじゃあ、原田真二さんに歌っていただきます。キャンディー。はい。覚めてよ窓を越えて僕は来た茨に囲まれ眠る横顔を揺り起こすのは風 Some candy I love you You look
知ってよ。ダイヤモンドは持ってないけど、草の葉に光る朝のきらめきを素肌にかけてあげる。僕は君の目が溶けていく。寒い心そうの優しい手で包んで。Oh, candy. Yeah. Kimiwa.夢の渦に紛れ込まれて舞い上がるよ。 I love you oh, oh candy I love you バカないで君が泣けば空も泣いちまう。誰も君の髪触らせたくない。死ぬまで僕のものさ。寒い心そうの優しい手で包んで。Oh, candy, candy, I love you. How bright, candy, I love you. Oh, candy, I love you. 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 Candy, I love you.ありがとうございます。なんか嬉しいな。いやこちらこそ本当にありがとうございます。一緒にやらせてもらえるなんて嬉しい。そんなことでこういう曲を作って、そしてやがて、独立をして自分の事務所も作り、はい、いろんなやりたい方向を探りみたいなことの中で、その、まあ、自分がミュージシャンとしてやっていくときに広島出身っていうことはね、やっぱり非常にキーな、ね、キーポイントのことは当然ですよね。はい、もちろん政治や宗教やいろんなものがあって人を先導したり導いたりするんですが、音楽はその1対1でダイレクトに人の心にパッとこう入っていける、まあ、芸術全部そうだと思うんですけど、そんな手応えをすごく感じてきまして、うんうん、やっぱり聴いてもらった人が元気になったり優しくなったり、もしそれがどんどんいろんな場所でそういう発信ができたら本当に、うん、理想にしてその世界平和なんて言ってますけど、本当にそういうことも夢じゃなくなるんじゃないかなっていう思いがしてきたんですよ。特にそういう広島長崎ということでの、その例えばメキシコ、はい、国連といろいろと仕事するチャンスが、まあ、うん、ニューヨークのコンサートを始めてから、うん、チャンスが出てきまして、初めてその海外での軍縮会議をやるっていうことで、うん、メキシコシティで会ったんですね、うん、国連事務総長から何からもうそうそうたる面々が前にいらっしゃる、そういう会議の前日に実はコンサートがあって、うん、
ってやったんですよ、はい、うん、そういう時はその音楽とともにそういうそのもちろんその原田真嗣が広島の出身者であるし、はい、広島長崎、はい、原爆とかそういうことに対してのこうメッセージみたいなものも客席にはこう伝わって、ある程度そのどういうアーティストなのかっていうのをスペイン語でちゃんとアナウンスがあって、うんうんうん、まあ、僕が言ったスペイン語はオラチニータしか言ってないんですけどね。何ですかそれ。あのよかわいこちゃんっていいね、うん、それだけ覚えていったんですもう本当に、うん、でもそっからですね、本当にもうなんかこう距離感がなくなった瞬間にですね、もう大笑いになってきました、ね、そういうことも、もうそれだけじゃなくてニューヨークでもそういうことをやっているし、広島のことがね、いや長崎のことがなんかやもうややもするとね、あのもうあんなことはなかったのかなっていうぐらいのね、ことになっていく不安もあるので、本当にこれ語り伝えなきゃいけないし、はい、あんな人類史上最悪のことがね、二度と起こっていいわけがないしね、うん、そうですね、うん、あとその日本国内においてもですね、うん、唯一被爆した国なんですが、うん、国民のほとんどが広島出身者と同じ温度でそれを考えて、まあ、伝わってないわけですね。でこれはやっぱり非常に大きな問題だと思うんですね。やっぱり、まあ、核兵器をなくすこと、二度と繰り返してはいけないこと、これを世界中に発信できるのは、唯一日本国民であり、また本当にその義務と権利があると思うんですね。日本で何があったかっていうことをちゃんと分かって、本当に僕たち自身がね、はい、自覚してね、世界中をこうなんか結びつけられる役割、そういう文化を僕は日本は持ってると思うんですね。いや元気な真嗣さんがいてよかったですけど、もう一曲、ありがとうございます。これで紅白に出たんじゃなかったんでしたっけねそうなんですよ。どうでした紅白、もう昔の話ですけどもう本当にすごい、すごい世界でしたね。それはちょっと逆に驚きましたし、ね、僕もちょっとだけね、参加したことがありますがね、いやいや面白い世界でしたが、今日紅白で歌ってるより楽に気楽に楽しく、いきたいと思いますが、これは松本隆さんの詩だったかな。そうですね、そうですね、はい、面白い曲になっております。僕もちょっと参加します、はい、お願いします。タイムトラベル、街の外れの古い館が君の家、日の暮れる頃呼び鈴を押した暗い廊下で、君は無言の手招きさ、サフラン色のドアを開けたよ、 Yeah yeah。スピン眠る砂漠に君は立ち、加減の月に照らされてたよ、曲線の真下に尖るピラミッド、光の船君は進む、宇宙間のこのツアーはいかがいかがなもの、クレオパトラの衣装の君が Alright、時間のこのツアーはいかがいかがなもの、そうささやいた夢の中、夢の中、黒い自動車すれ違いざまマシンガン、ニューヨークではお祭り騒ぎ、古いラジオが奏で出すのはジャーウソと、Oh! FBI も FBI もタップダンス、時間のこのツアーはいかがいかがなもの、突然夢がそこで途切れた、 Yeah! 時間のこのツアーはいかがいかがなもの、ここは東京、君の手の中、君の手の中、
ありがとうございました。あ、楽しかった出会いはね36年前かなんかそういうことかもしれないし、はい、ちゃんとしたなんかこうお迎えする出会い方もできなかったかもしれないんだけれども、でもこのね何十年か経ってこんな風に開口できることが本当に嬉しかったです。いやもう本当に37年前のガラスの向こうから見ていただいた緊張感とはまた違う緊張感を今日見ていただいた。さすが小室さんのギター、そうすごい気持ちよかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとうございます。また、はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。